吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。今日は町田市のリサイクルセンターにやってまいりまして、まず最初に環境モニタリング室ということで、ケーキが置いてあります。この市内全体がああいう形で、ちょっとここから見えるかどうか分かりませんが、町田市がブルージュのところになってます。ライトが何回不織布が点滅、今光ってますが、ここの町田市の小山田桜台のセンターですので、左から4番目のところに位置する形の、少し下のところに位置します。そしてこちらの現在の時刻と、その後3号路4号路が動いているということと、この場所の気温、そして風速があります。今日はほとんど秒速1メートルですので、ほとんど風がない状態です。風向は南東の風と、南東の風が吹いて、一応風速1メートルで吹いているという状態です。そしてこの後はこの路全体の説明がありますが、町田市の場合は1号路から4号路まで設定されていますが、1号路はもう完全に運転をしておらない、将来的には廃止に向けた形になります。2号から3号、2号路から4号路までありますが、現在この中で3号路と4号路